お、なんかやる気まんま。でもよ、コロマルって何やるのか、ま、そうなんかな、ペルソナ使えるっつっても。おーい、コロマルやーい。あり？覚悟は行動で示す。え、犬？かっこよすぎだろ、犬なのに。あの、すみません。今日の探索、たくさん戦いをこなしてペルソナの扱いに慣れておき、はい、よろしくお願いします。おい、前線で戦うやつはお前が。早めに勘を取り戻しておきた。言いたいことを。そう、相変わらず薄気味悪い場所。必要なら来い。ごきげんよう。依頼を受けていただけますか？素晴らしい。気配がいた。そうす。気配がいたし。そうそう。気配がいたします。そうそう。それでは。今日は。僕はまだ子供かもしれませんけど、他の先輩たちには負けませんよ。きっとコロマルも僕と同じこと言ってるんだと思います。お疲れさん。さて、次だな。
登るところあります。周りよく見とけよ。おい、箱があるぞ。お疲れ様でした。やりましたね。どうやら強そうなのがいます。強い力を感じます。気をつけて。階段か。あの、相手かなりの強敵です。弱点をつけるスキルはないみたいです。チャンスですよ。今なら大丈夫だ。コロちゃん、何か見つけたみたいです。
そっから上がれんな。戻る装置がありますね。僕はまだ行けます。見せてくれんじゃねえか。行くよ。討伐終了。シャドウ反応消失しました。お疲れ様です。おい、出たぞ。やるのか。お帰りなさい。そう。まだまだ行けます。シャドウいたよ。やっぱり上の階へ進むほどシャドウが強くなってきますね。まあそうなるよね。こっちもガンガン進もうぜ。
次行こっか。 よっしゃ、新技ゲット。じゃあ行こっか。 あのシャドウ、手強そうだね。 次はとう。出たなシャドウ。出たなシャドウ。止まってられないよね。 やばそう。注意してください。よし。さすがゆかりっち。容赦しないんだから。 次行きましょうか。シャドウ。
し、もっと行きますか。あそこ、宝箱ですね。うろうろしてやがるぜ。登るところありましたね。この前の体育の授業、ジャージ忘れて風花に借りたんだ。ほん？箱の中身もらっとこうぜ。お、お宝発見。よし、それじゃ。はい。あ、階段。先生のチャンス。行きますよ。北京2体、皆さんなら余裕です。さて、ここは、いや、危なくなったらいつでもやめてくださいね。最後まで気を抜かない。敵を見たら、いいね、浜田君。はい。皆さんの勝利です。よし。お疲れ様でした。コロちゃん、お疲れ様。探索に戻ってください。
は敵を発見しました。敵2体です。弱点などは見えてませんね。いろいろ試すのも手です。タケミのカカード最後だ。敵一体を撃破です。皆さんの勝利です。お疲れ様でした。おい、戻る装置がありますね。僕はまだ行けます。まあ相手じゃねえ。
方がいますね。ペルソナで。なすべきことをなす。そのために僕は力を貸せ。ネメシス。決めてやれ。俺は戻ってきた。てめえも力を貸しな。カストール。皆さんの勝利です。答えねえぜ。お疲れ様でした。コロちゃんは撃破よ、撃破です。討伐終了。勝ったね。お疲れ様でした。よし、探索再開ですね。
こあります。何か見つけてみたい。嫌がる。すぐに勝たすぞ。ペルソナで今だ。残り1です。敵の撃破、いいね。アマダ君、覚悟はできてんな。ペルソナ討伐終了。歯応えねえぜ。お疲れ様でした。コロちゃん、お疲れ様。探索に戻ってください。弱点をつけるスキルがあります。外した。討伐終了。お疲れ様でした。よし、探索再開ですね。階段がありますよ。やんのか。攻撃を受けました。ナイス。こっまあ相手じゃ。嫌がるな。敵の分析に備えておきます。弱点などは見えてませんね。いろいろ試すのも手です。敵を撃破。いいね、アマダ君。凍ってる。アマダ君が凍ってる。決めてやれ。このままじゃ動けません。おら。やばい。あ、死に方がダウンです。皆さん頑張ってください。一人で立てます。アマダ君、やって反撃開始だね。終了。次行く。シャドウ反応を消失しました。よし、探索再開ですね。コロちゃんが機関装置を見つけました。おや、あれは
珍しいやつ。こっちから行くぞ。ぜひ倒しましょう。迷うな。ペルソナ。覚悟はできてんな。外したか。ここは。押せんだよ。荒垣先輩、どこ狙ってんだ。テオルギア、今ならいけそうです。どうする？ペルソナ！何が有効だ。頼むぞ。ネメシス。確実に行きましょう。敵一体を撃破です。すごいですね。皆さんパワフルです。リーダーが敵を撃破です。ラスト一体決めちゃいましょう。皆さんの勝利です。勝ったね。お疲れ様でした。コロちゃん、お疲れ様。つけると気持ちいいですね。貴重な宝箱です。ここは。
ちゃんお疲れ様。解析準備を開始します。ここは やる気あんのか？先輩、攻撃を回避です。はあ、バーチャー！リーダーが敵を撃破です。敵は一体です。動揺してますね。ここは深呼吸です。
ペルソナ。決めてやる。見せて。決めてやれ。ぶっ潰せ。アルガス戦隊が敵をダウンです。動揺してますね。ここは深呼吸です。危なくなったらいつでもやめてくださいね。ここは調べてみませんか。ペルソナ。僕だってすごいですね。皆さんパーフェクお疲れ様です。どうなっても知らないぞ。皆さん頑張ってください。
これ。討伐終了。勝ったね。シャドウ反応消失しました。習得しました。お疲れ様です。いいえ、お疲れ様です。これだけの高い建物、現実…ご立派なやつを置いてやがんな。いや、弱点などは見えてませんね。いろいろ試すのも手です。リリム、やりますね。行くよ。そっから上がれんな。あの、コラちゃん、お願いね。ふと思ったんですけど、シャドウって何種類ぐらいいるんでしょうね。よくやった。
やってやるよ。はい、危なくなったらいつでもやめてくださいね。登るところあり。行くぞ。先生のチャンスです。すごいですね。皆さんパワフルです。最後だ。敵天体を撃破です。厄介だな。新垣先輩、防御力が低下してます。
疲れ様。探索に戻ってください。嫌がるな。皆さん耐えて。どうし。コロちゃんいい動きだね。素早さが低下してます。回避や命中に影響が。続けていくぜ。敵を撃破。メル先輩すごい一撃です。いや、いける。ここはペイルライダー。行くレアな敵です。なんとか倒したいですね。くらえ。それさて、次だな。少しでも強…敵襲です。数2体。攻撃を避けました。ナイスです。もういねえぞ。荒垣先輩すごい一撃です。見えてるぜ。荒垣先輩攻撃を回避です。ラスト決めちゃいましょう。勝ったね。おい、どうする、開けんのか。覚悟はできてんな。今なら無駄。食いやがれ。食らってねえな。ここは来い。決めてやれ。消える。厄介な野郎だ。どうする？
迷うな。覚悟はできてんな。気合い入れ直せ。はあ、ペルソナ討伐終了。よし、お疲れ様でした。使えそうだな。お疲れ様です。コロちゃん、ちょっと暑そうかも。犬は感染が少ないって聞くし。敵がいます。行きますか。
やんぞ。敵みたい。頑張って。どうする？ペルソナ。いつでも行けます。弱点をつきました。どこ狙ってんだ。怖くなった先輩。体力に注意よ。やるか。おら。エラはどいてろ。まだだ。じゃあな。敵を撃破。新垣先輩すごい一撃です。はあ、シーサー、すまねえな。コロちゃん覚えてます。あれすごいもの。うん、ちゃんとここから見てるよ。あいつは手強そうですよ。
気あんのか。怖くなんか。気に威圧されてます。このままだと逃げちゃうかも。それ仲間だ。弱点などは見えてませんね。いろいろ試すのも手です。ここはペルソナ。じゃあお疲れ様。探索に戻って。あ、いる。シャドウは見えにくいところに潜んでいることがあります。不意打ちに気をつけて。おい、そこのやつ開けたらどうだ。箱があんぞ。コロちゃんが敵を発見しました。コロちゃん、何か。あの、そういう、やった。ちゃんはタルタロスの中でも落ち着いてますね。こっちから行くね。注意してください。で、怖い相手です。ご注意を。ここはペルソナで。これが俺だ。食らいやがれ。はあ、
違った。手強い相手です、ご注意を。ここはモスマン。おい、出たぞ。戦闘ですね。頑張って。危なくなったらいつでもやめてくださいね。ビッドか、敵に威圧されてます。このままだと逃げちゃうかも。見え見えですよ。新垣先輩、体力に注意を。あと1だ。敵の撃破。新垣先輩、すごい一撃です。消失しました。新垣先輩、大丈夫ですか？敵を発見しました。まだまだいけますよ。高さはともかく、元が校舎ならフロアの広さは敷地の大きさが限界？
こっちから行くぞ。ですね、注意してください。珍しいやつですよ。戦闘ですね。慎重に。着点つけませんね。怖くなんか。アメラ君が怯えてます。誰かフォローを。リリム。どうする？敵みたいダウンです。いや危なくなったらいつでもやめてくださいね。アマダ君が怯えてます。誰かフォローを。あと2だ。敵の撃破。パラガキ先輩すごい一撃です。遅いですね。攻撃を避けました。違います。レアな敵だ。なんとか倒したいですね。決めてやる。見せて。すごいですね。楽勝すぎてあくびが出るぜ。
はしないで。育ち盛りですか。邪魔するやつは潰して進む。そんだけだ。
荒垣先輩、攻撃を回避です。今だ。今なら大丈夫だ。ペルソナ、どうする？リリム、この相手の解析を進めますか？光には耐性があるみたい。チャンスだ。打ちかます。このようなネズを消えな。口ほどにもねえ。お疲れ様です。お疲れ様で。はい。あ、シャドウがいますね。貴重な宝箱です。開けてみ。あの、さて次か。あ、シャドウがいますね。タルタロスの内部も気温や気圧は。面倒そうなのが嫌がれ。強い力を感じます。気をつけて。手ごわい相手です。ご注意を。闇の力は効かない敵です。おいで。ネメシス、今こそ一斉攻撃です。エオルギア、今ならいけそうです。
ますよ。逃がさ。なんとかどうしたいですね。討伐終了。お疲れ様でした。濱田君、しっかり。帰れるやつ、どうしますか。濱田君が辛そうです。一度戻っていいかもしれません。あそこ、宝箱ですね。あの、お疲れ様で。そこのやつ、開けたらどうだ。シャドウがいますね。おい、箱があるぞ。そっから上がれんな。扉です。どうしましょう。やります。よし。敵一体。かかってこい。皆さんなら余裕です。弱点などは見えてませんね。いろいろ試すのも手です。次は僕の番だ。新垣さん、攻撃を回避です。討伐終了。答えねえぜ。お疲れ様でした。あの、
れって…やんぞ。キナ、相手してやる。解析準備中です。もう少し時間がかかりそう。これが俺だ。ここは素早さが低下してます。またどうぞ。行こうか。アマダ君、攻撃力が低下中です。来い。
計なことを。何が有効だ。ネメシス。何？この相手の解析を進めますか？みんな照らして。なるほど。クソが。よし。避けた。リーダーすごい。これで。これが俺だ。消える。ラスト一体。どうすれば。ペルソナで今だ。泣き見るぜ。カストール。皆さんの勝利です。お疲れさん。お疲れ様でした。もしかして、あの、あの、痩せ我慢はバカのすることだ。引き際は。
すれば。迷うな。ネメシス。効かない。覚悟はできてんな。出番だ、カットオール。ここは。タケミの戦い。見えてるぜ。新垣先輩、攻撃を回避です。ぶっちぎせ。てめえで最後だ。総崩れだ。ぶちかます。どうする。見せてくれんじゃねえか。行くぞ。覚悟はできてんな。消えろ。楽勝すぎてあくびが出るぞ。シャドウ反応を消失しました。よし。戦闘ですね。慎重に。着点を狙えるみたいです。よくやった。一体を撃破です。
見せて。なんで？敵あと2体。今なら大丈夫だ。行きますよ。迷うな。頼む。ネメシス。効かない。荒垣先輩負傷してます。誰か手当てを。やるか。おら。エレはどいてろ。まだだ。じゃあな。どうする？シーサー。余計なこと。覚悟はできてんだ。カッソーリ。ここはペルソナ。俺にもまだ伸びしろがあったか。お疲れ様です。
ごきげんよう。お待ちしております。私からのお願いです。成果のご褒美。素晴らしい、素晴らしい。吉報をお待ちしております。それでは。お疲れ様です。おはようさん。もしかして、よう千鳥、この前の怪我、あれからどうした？あれ、傷は跡もない。意外と軽かったのか。純平はさ、何をしてる時自分は生きてるって思う？え、そんなつか考えたことねえや。千鳥はやっぱ絵描いてる時か。どうかな、こんなの全部自分のことなんてわからない。そっか、うん、俺さ、実は一個だけあんだよね。まあなんつうか、正義のヒーローをやってると。今日と明日の間にある誰も知らない時間、影の怪物から人々を守るためと、まあそういう感じでさ。鼻で笑って突っ込むとこ。それあなた一人で戦って。おいおい、間に受けんな。誰も知らない時間の中なんでしょ。なら誰も知らなくて当然じゃない。誰も知らなくて誰も褒めてくれないのに偉いね。ちょっと見直した。そう、こんな話信じてくれちゃうとは。ねえ、それもなんか不思議だよな君。まあいっか。じゃあこれ絶対、うん、ペルソナって超能力みたいのがあってさ、けど誰でもペルソナ使えるわけじゃなくて、だから仲間はダチとか先輩でさ、こう見えても俺入ってからは連戦。純平が来てから連勝ってことは。まあな、リーダー的な役割。とりあえず俺がいないと、作戦始まったらみんな俺の指示で動くんだ。ありがとう純平、楽しかった。そっか。でも、もう時間。よし。
ごきげんよう。依頼を受けていただけますか？それ。来たか。オンに切る。まったく。ところで、レ、よく来たな。何をまとめて手放すんだな。わかった。引き取ろう。用は済んだのか。また来い。ごきげんよう。お待ちしておる。ここが寺院によく似た施設。確かに。シャドウなどとはまた違った神秘的で。ではこちらの様式にのっとります。このくらいでしょ。ひとまず納め終えました。これで日頃はこちらの住人でない私にもご利。考えてみるとこの再生そこかしこに人々の幸福を叶えるスポットがある。素敵な土地にお住まいなのですね。あちらにたくさん結ばれ、やはり自らの運命をあえて紙切れ一枚に託し。なるほど。運命について、では一つ私も引いてみ。全種類コンプリートするまで。先ほどから気になって、これは確か誠の神前には形ばかりの厳かさなど不要でしたら、早速これは。楽しみを得るにはまず同じだけ登らねばならない。世の摂理を無言にして教える奥中では、こちらのジャングルジムに出られません。これはバランス。本日は今までの外出にも増し、私実は近頃思う、私がこちらの世界を楽しく感じるのは、もしかすると私あなたにお供する時間が楽しい。ともあれ、まずは私どもの部屋に鉄棒など置いていただけないか。よろしければまたいつか。ではそろそろお開きと、滑り台をワンモアお願いしたく。イエーイ。私からのお願いです。成果のご報告を。そういえば、
ペルソナでの戦いは慣れてきましたか？それでは。すまない。ありがとう。